旅芸人とは、旅をしながら、芸をする芸人、またはそれを行うことで金銭を得、生計を立てている人。動物の芸、人間の曲芸を見せ物とするサーカスの原型は古代、エジプト時代にあり、円形の劇場において実施するようになったのは古代、ローマ時代からとされている。中世、金世と継承された大小様々な見せ物工業は1772年に、イギリスで、 近代サーカスとなり、全国を地方巡業する現在の形となった。記述の歴史は古く、演目の一つ、カップボールは古代エジプトのベニハッサン村の4000年以上前のものと推測されている洞窟壁画にそれらしきものが描かれている。紀元前1700年頃のものと考えられている書物には当時のファラオの前で演じた記述師の様子が詳細に描かれている。 詳細は、記述記述の歴史を、参照銀遊詩人11世紀に、トルバドゥールが登場。騎士や、宮廷風の愛などをテーマにした曲を歌った。北、フランスに伝播し、12世紀後半にトルベールへと変化し盛んになり、ドイツではミンネザングを歌うミンネゼンガーに変化した。万葉集には、遊行女婦として記載があり、古くは、 巫女舞などによる宗教の伝播に際して暗逆中の巫女が舞う宗教芸能として扱われた。奈良時代から平安時代にかけては遊女として芸能一般に従事する女性を指した故障であったことがさらしな日記にて語られている。白表紙平安時代末期から鎌倉時代にかけては白表紙などが有名である。平家物語巻の一、潮ではトバイの時代に 島の千歳、和歌の前という二人が舞い出したのが、白拍子の怒りである。はじめは水管を身につけ、立絵星をかぶり、白さやまけを刺して舞ったので、男舞と呼んだ。途中で絵星、刀をのけて、水管だけを用いるようになって白拍子と名付けられたと、解説している。身分制度の厳しかった江戸時代において、芸人は下げすまされる存在ではあったが、旅の制約のあった。 一般庶民と違い、旅芸人は、赤書手型を持っていなくても、芸を見せて芸人であることを証明できれば、赤書を通過することができた。定住を基本とする共同体においては、旅芸人のような漂白する者は異端であり、そうした稀人の来訪は神であり、小記の来訪として、異形とぶ別が、内混ぜとなった感情を生じさせた。明治以降も旅芸人は、 季節の折り伏しにムラ,ムラに現れては芸能を見せ、日本人の暮らしの季節感を彩る存在だった。1965年、JP 番号、6500万8234。ありがとうございます。